はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望烈風伝パープキットをプレイしていきたいと思います。でですね、前回、手こずっていた巨閣、後の安土城の観音寺、六角を征伐ということで上洛戦が順調に推移しています。で今回はその続きになるんですけども、まずはですね、次の作戦目標を考えておきたいなというところで、どこを攻めるかなんですが、なんといってもですね、最初に攻めておきたいのが水口城、ここですね。さらには亀山城、この辺りの攻略をしておきたいと思います。で今安土に入っている6600の兵プラス信長率いる本隊、これはですね、まずは水口城を攻略で、もう一つ本城のここ清須ですね、岐阜清須、ここに関して言うと攻略目標を、ある程度委任してしまいましょうということで、委任しちゃいます。で今亀山城を攻略するように委任済み、これが清須です。でじゃあ、この美濃岐阜城をどうするかなんですが、岐阜城も委任しちゃいます。で目標なんですが、どこを攻めるかというと、近江の、いやー、宇佐山城ってちょっと分かんないな、ちょっと確認してからしましょうか。あの一帯を攻めればいいかなと思ったんです。宇佐山城がどこの、ここか、三雲、独立勢力三雲、室町御所を攻めるにあたってはこの宇佐山城ってあってもいいよね。確かに、あとは三好を攻めるにはちょっと早いんですよね。まずは宇佐山城、ちょっとあんまり意識したことがない城ではあるんですが、宇佐山城を抑えておけば、後々楽になるでしょうということも考慮して宇佐山城の攻略を任せましょうか。目標は宇佐山城です。宇佐山城、今清須には何人人が入ってるんだ、武将がね、武将の数がちょっと足りてない疑惑があるといえばあるんで、観音寺にいる武将何人か派遣しちゃいましょう。尾張は清須に、そうか、今はまだ出れないか、ターンを送らないと出れないですね。一旦じゃあ送っちゃいましょう。ポケット戦国の方ね、ご覧いただいている方いるかもしれないんですけど、かなりねポケット戦国の方はね手こずってますね。ポケット戦国の難しいところっていうのは、攻める側が圧倒的に不利になるんですよね。かつ四方八方に敵を抱えて同時に攻略するっていうのはかなり難しいかなというところもあるので、おっと東洋じゃない、移動で派遣ですね。まずは尾張の岐阜に、どうしようかな、長益を派遣しちゃいますか。まず一人で、さらに派遣で美濃の岐阜に、前の長安、これを派遣しちゃいましょう。でお任せしますというところになって、で開発ね、一応この後の安土になるようなところですからね、しっかりと入れておきましょう。で町で特産も1個ぐらい入れて、あとは村町た、こんなもんでいいかな。これでそうだな、信長以外の
全員でやればサクサクサクーと進んでくれると嬉しいな。信長以外の全員でやると5ヶ月でできる。 OK だ。まあ第1に第2にまずは京に入らないと話にならないですからね。浅井からの使者ね、長政殿からの使者、宮部慶順ですね。城攻めの際の兵、援軍要請、いいでしょう。どこを攻めてほしいんだろう。どこを攻めるかわからないけど、攻めるときには力を貸しましょう。で、家康からも来てますね。城攻めの際、まあいいでしょう。城攻めの際には兵を貸しましょう。まあ、城攻めが本当に必要になったときはね、いくらでも貸しましょうというところなんですが、外交、朝廷、どうしようかな。まあ、ここは建設しとく。信長で一人でどこまでできるかというのはあるけど、何はともあれね、まずは京に登りたいんで、ただ京にいきなり攻めるぐらいだったら、一旦ね、伊勢方面を平定しておいた方が安心ではあるんで、伊勢方面の様子を確認しておきたいんですよね。で、今、安土、まあ、現南近江観音寺に7500の兵が入っていて、清洲城には3000、まあまあ入ってますね。大垣には1000、沢山には2600。沢山の2600って結構大きいで、兵力的には。あとは岐阜に3000か。で、名古屋、さらには、犬山にも入っているといえば入っていると。って考えると、大垣と沢山にも人入れたいですよね。大垣に、じゃあ、つねちゃんを、いや、つねちゃんだな。つねちゃんを入れて、さらに、沢山にも人を入れましょう。長近を入れておきましょう。これでいいかな。これで、ターンを進めちゃいます。よし、利家が侍大将に昇進だな。じゃあそろそろ5ヶ月が経って、信長以外の住人が戻ってきたら出兵していきたいなと思います。で、観音寺で予定されていた内容が全て終了したので、これから攻撃隊を送っていきましょうね。ちょうどですね、まあ、12月の、まあ、全然関係ない話をまたいきなりし始めてしまって申し訳ないんですけど、12月の第2週目になるのかな、2週目ぐらいにタイの方に遊びに行って、でタイに行った後ですね、問題なのかな、タイに行った後にそのままタイからシンガポール入りして、シンガポールからさらにタイに戻って日本に戻ってくるっていうね、ことをやろうとしてるんですけど、その時に今回タイ航空を使う予定なんですよ。で、最近なんですけど、特にね ANA の
バンコク便、タイ行きの飛行機がめちゃくちゃ高いんですよね。ちょっとね、手が出ないかなっていうぐらい高くて、去年一昨年、スーパーフライヤーズカード、アナの、スターアライアンス系のゴールド会員の資格を得られるスーパーフライヤーズカードを手に入れたんですけど、ちょっとね ANA が使いづらくて、同じスターアライアンス系のタイ航空を頻繁に最近使うようになってるんですけど、そういう意味で言うと、タイのタイ航空のマイルを貯めた方がいいかなと思って、タイ航空のマイレージカードを作ってみたんですね。で、何が言いたいかっていうと、どっちがいいんだって話で、 ANA でもまあ貯まるといえば貯まるんですよね。航空券の研修にもよるんですけど、でどっちがいいのかなっていうのがいまいちね、わからないんですよね。でちょっと最近の傾向はもうタイ航空を使うことが圧倒的に多いので、タイ航空のマイルを貯めるためにタイ航空のマイレージナンバーを入力してやってるんですけど、これが本当にねいいのかなっていうのがちょっと疑問なんですよね。水口城の方はあっさり落ちそうですね、まあ、多少損傷損害は出るにせよ。でまあそのタイ航空を使っているんで、タイのマイレージが溜まっていくんですけど、タイ航空のいいところってマイルを変えるんですよ。例えばあと2000マイルあれば特典航空券が使えるのにみたいな時に、まあANA とかだと、 JAL とかだと、まあ、当然マイルがなければどうにもならないんですけど、タイ航空の場合だとマイルが足りない分はマイルを変えるっていうね、ちょっと面白い企画というかやり口というかですよね。表も裏も縄文を突破しましたね。まあ、水口以上はあっさり取ったって感じかな。北畑か過労、まあ、これは登用しましょう。登用はできないが、じゃあ残暑だな。せっかく登用しようとしてあげてる人で登用に応じないものはもう残暑するしかないですからね。北畑は三男、次男の信孝が入ってますよね確か。小田はで北畑ごと乗っ取りを図ったというところだとは思うんですが、水口城を取ってここに兵が7700入ってるわけだな。で観音寺の方は信長が詰めてると、上野城は毛利貞岡独立勢力、これはどうだろう、外交で取り込みたいね。武将は秀吉で目標は伊勢島の上野城、佐田の全く自信がないと、やめましょう、全く自信がないなら。亀山城を攻めるか、いやー牧島城はないよな。多聞山、純慶を先に攻める、いやそれだったら上野城が先だよね、やっぱりどう考えても。まあ、とりあえずここを開発しちゃいますか。町を作っておきましょう。武将はまあ3人ぐらい入れればすぐ終わるでしょう。いやこの辺りはちょっとのんびりプレイできていいですね。もう最近ポケット戦国も
帝国の決断も忙しくてね、捜査が。で、戦国里四天の方も、緊迫した情勢がリアルタイムで進んでいくんで、のんびりお話しながらするっていう機会もないんですけど、これだけのんびりしてると、なんか、そのタイの旅行の話とかができて、すっごく嬉しいな。で、タイはね、もう日本とほとんど変わらないですね。レストラン環境とかも含めて。よく行く、マックとかもね、当然あるし、あとはその、なんていうのかな、回転寿司とかもあるし、吉野家とかもあるし、もうすべてありますね。じゃあ、ここはどうしようかな。全く攻める気がなさそうなんで、岐阜城部隊がね、清洲城部隊が。ここは自ら勝家に攻め込ませましょう。お、なんかが来てるね。せっかく取った水久地城に何かが来ている。これを撃破しないといけないな。官兵衛が来てる。官兵衛がなんで三好にいるんだ。しかも兵が2960。これはちょっと撃破するしかないな。まあ、全軍出陣はもちろんさせますが、官兵衛相手だと、まあちょっとね、緊張感は出ますよね。正勝を横につけ、慶次もつけていきましょう。秀長とかは後ろにつけて、成政も右翼につけると。まあ、全く問題はないとは思うんですけどね、さすがに。一応陣形を組んでくれてるんだな。ここで鉄砲隊がいるとね、いいですけどね。何？数正があそこでやられるか。いや、三好が何しに来たんだ、こんなところにって感じするけどな。沼田捕まえたの？あと、ひねのも登用しましょう。じゃあ、斬首だな。登用に応じないものは斬首。一旦兵を回復させましょうか、そしたら。いや、これ三好三人衆とここで抗争が始まるのか。嫌だな。結局、この列封でも武将の数で決まりますよね。武将の数をどんだけ確保できるかで変わるかなっていう印象があるんで。そうすると、登用ができるかどうかは、夢考えておいた方がいいのかな。浪人がいるかどうかってどこで見ればいいんだ？浪人がいるんだったら、もうさっさと登用していかないと、これ武将の数が全然足りなくなってくるのが、早くも、なんかこう出てきてる感じがしますよね。まあ、いないって言われるとそれまでなんですけど、いてくれないとな。浪人はいない。浪人がいるマークは、商人が訪れている。商人が訪れているっていうだけで、
だからといって登用ができるっていうわけじゃないもんな。いや困りましたね。まあ、売買はできるにしてもだ、鉄砲を買うにしてもお金もないしな。やめときましょう。そうなるとやっぱり浪人が来た時には浪人を逃さず、逃さずっていうのかな、確実に登用していかないといけないかな。まあ、いないな、マーク的にいなそうですよね。いないとなるとやっぱり敵国を滅ぼしてカス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 増やしていくしかないですね。お、三好義興が後をついたか、長吉の後ですね。で、ライレンが来てるね。ライレンが牧島を攻めようとしていると。まあさっきね、ちょっと一旦後ろに下がらされてしまいましたけど、官兵衛の部隊が来たことによってここは再度出陣していきましょう。まあ、あのバンコクは田舎の方に行くとね、まあ、当然中心国っていうようなところにはなってくるのかなと思うんですけども、バンコクの中心部ははっきり言って日本とかよりも高層ビルの数とか多いですね。まあ、高層ビルの数が多いのが、いいのかというのは別にして、それくらいもうほとんど変わらないぐらい発展しきっている感じはありますよ。なのでもしね、タイ興味ある方いればぜひぜひ一度遊びに行ってほしいなと思うんですが、もしね案内が必要だったらもう声かけていただければ、それを名目に馳せ参じますからね。ではここは亀山城落としちゃいましょう。まあ、亀山城を取って亀山城を足がかりに伊勢攻略をしてしまうのがいいかな。で、伊勢の攻略の後には京を抑えて、京から大和、あとは丹波摂津あたりに兵を進めていくっていうのが定石ですよね、きっと。で、敵の兵力は2000、士気は75。まあ順当にいけば勝てるかなとは思いますが、あとは城門の突破にどれくらい時間がかかるかですかね。縄文の突破にね、烈風伝は時間がかかると、その間にガリガリ削られていきますからね。さあ土手を作ったり城を門を攻めたりといろいろやってるけど、これで縄文が1個空いて、2個空いて、さあ官兵衛を捕まえて矢倉も落としたんで、もうこのまま敵の士気をくじいていくのが一番いいかな。さあ刑事が矢倉を落としてくれたんで、鉄砲隊が欲しいってなるとやっぱお金だな。お金がもっとガリガリ欲しいですね。あと刑事とかも騎馬隊に早々に変えてあげたい。
まあ勝敗は決まったかな。これで亀山城を取ったんで、亀山城から伊勢方面へと進出を図っていきましょう。法領は基本登用。官兵に関して言うと誰に顔向けできないっていうのか分かんないよな。で次の目標は大川内城になりますよね。そうなると大川内、北畑の大川内を取って、でさらに大川内から鳥羽城かな、ここまで進出を図りましょうか。ではまずは亀山城ですね。ここの再編を行っていきましょう。再編？いや開発だな。ちょっと今まだ武将が入ったばっかりなので一旦送っていきます。清洲城の目標が失われたって言ってもな。清洲城板舞台攻める気なかっただろうっていうのもあるしね、もう一回委任はしますけどきっちりね。で委任先は鳥羽城にしましょう。ここも全選択が欲しいな。サクッとね、森信は残しましょう。森信は残して、で観音寺は兵が4700か、もうちょっと欲しいよな。水口は2140、この次そうだな、上野城攻めする前に亀山取ったんで、亀山から上野城に攻め込みつつ先に大川内城を攻めますか。大川内を先に攻めた方が多分効率いいですよね。大川内城の軍勢の数が見て取れるかというと、数は3600、そこそこ多いんで一旦は信長を中に入れて、信長の到着を待って攻め込みましょう。信長の線って結構貴重ですからね、そう考えると。上野城には岐阜城、清洲城から攻撃隊を出しましょう。これ誰？なんか今なんか迫ってるよね。北畠が名古屋城を攻撃しようとしてる？それはいかんな。背後から攻撃を仕掛けましょう。背後からって言ってもね、正面決戦になっちゃうんだろうな。うわ、めちゃくちゃ狭いな。数はほぼ互角？いや、これ負けられないな。いや、結構強いぞ、敵は。想像以上に強いですね。大丈夫かっていう不安しかないな。
そ長松何やってる。一進一退だけどここは負けられないな。大丈夫か？よし、混乱させたんで混乱ハメが決まったな。いやー、ただ壊滅したに等しいな。味方もそうなると、北畑は居城にもう兵力いないんじゃないの。さあ、それでも3900もいるんだ。平塚為広投入しましょう。大川事情には在住が誰もいないと。なるほど、これ逆に後期なんじゃないか。いやー、一旦待って、しっかり待ってから攻撃を仕掛けましょう。まさか北畑がね、名古屋に逆進撃をかけてくるとは思わなかったけど、一旦信兼の部隊は名古屋城に入ってもらいましょう。で、そこから兵力を回復させて再び出陣してもらうとして、今はその憎き北畑大川地上攻めに入りましょうか。はい、というところで時間が30分ちょうどいいところになりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、伊勢進行続きプレイをしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。